今年の4月は新型コロナの影響で広島の街も IC4 の仕事もとても静か。ああ、この時期いつも売り上げのこと心配しょるけど、今年はコロナで他の会社もみんな悪いけんね。みんなで落ちるんならこわないわ。もうこうなったら売り上げのことなんか考えずに南の島とかに移住して一人でのんびり生きていきたいわ。何言ってるんですか。いつも自分のことばっかり考えて、ちょっとは社員の心配とかもしたらどうなんですか。神さんこれでも一応社長なんですよ。社員はみんな前向きなのに、社長がそれじゃあ誰もついていきませんよ。みんな、コロナ会議するよ。はい。今コロナでみんな大変になっとるじゃん。でもこのままぼーっとしとっても会社としてはダメじゃん。なんか昨日と言っとること違うし。じゃけえね、うちはアフターコロナに向けて今の間に何かできるかみんなで考えてみようや。まあ私のおかげでやる気になったんならそれでもいいか。ピエールとかビハンスとか、あとアワードに出すとかですか。いつもやっとるやつじゃん。私とアリサは今の間にヌンチャくんの絵本仕上げるわね。えアリサは、はい、ヌンチャくんの絵本頑張ります。あとなんかもっと新しいことないかの。中国の仕事やる。え、中国？おお、中国か。このままじゃったら中国の方が先にコロナから解放するし、民が中国人じゃもんの。それに14億人おるけえの。しめしめ。どうやって営業するん？ YouTube やる。YouTube やる。YouTube やる。やる。YouTube？ そして中国のビリビリもやる。ビリ？ビリ？それは中国の YouTube みたいなもの。ええねえ。これでアフターコロナはうちがよそより一歩出れるね。ねえねえ、実際のところさ、YouTube 出るのってアリサ的にどうなん？そりゃ嫌ですよ。私顔出しとか絶対したくないし。でもまあ、ミンがせっかくやろうって言ったんじゃし、嫌とは言えないですよ。まあね、私も顔出ししたり目立ったりするの好きじゃないんだけどね。でもまあ、会社のためならしょうがないよね。今日は YouTube の撮影あるよ。撮影今日じゃったっけ。私忘れとったわ。そうよ、覚えてなかったん。昨日も言った。あー、私メイク道具会社に持ってきてないわ。どうしよう。アリさん何しよるん？ちょっとメイク道具取りに帰ってきます。何よるん。私のメイク道具使ったらええじゃん。でもビデオ撮るんじゃけちゃんとしたいし。あのねアリサ、カメラに映るからってそんなに気にすることないんよ。誰も顔とか気にしてないけ大丈夫。もう困ったな。じゃあ使わせてもらいます。こんにちは、 IC4 の神垣です。今日は UN イメールの仕事について話します。こんな感じでええんかね、みん。大きく大きく。ねえ見て見て、わかる？おお、すごい。 UN イメールのビジュアルに合わせたんじゃね。そうよ、スペースシャトルとスペースシャトルでええじゃろ。杉さん、私には撮影のこと気にしてないとか言っとったのに、どういうこと？
YouTube 撮影する、みんな、みんな YouTube 撮影するって。あ、杉さん、今日は JAXA？ すごいね、もしかして YouTube のために買ったん？もう杉さん、ちゃっかり自分だけ張り切りすぎ。探し回りドキドキ心臓固まるボディ、言い訳全く浮かばないのに。